こんにちは、スカネラです。本日も車中から撮影しております。試合前は車移動がほとんどなので、暇を持て余してサブチャンでラジオやったり、こういう風に撮ったりしてますので、よかったらサブチャンネルのぼやきラジオ、金正ラジオもよかったら聞いてみてください。ということで、今日は RIZIN42 の展開予想というか、もう自分の気になるカードをいくつかピックアップして喋れていけたらなと思ってますので、ぜひよかったら聞いてみてください。僕がランドマーク5、4月29日で試合して、で30日パンクラスがあって、6日の日に42があって、でまた翌日7日の日にディープがあって、こう格闘技三昧なゴールデンウィークになったんじゃないでしょうか、なるんじゃないでしょうか。僕も大きな怪我がなければ翌日のパンクラスと、42とディープの観戦に行こうかなと思っておりますので、皆さんもぜひ会場まで見たり、あとね、今 UNEXT で全部見れるのでね、そう考えたらそうか、ライジンもそうだし、パンクラス、ディープも UNEXT で見れるっていうね。その1週間前にもハワイ大会ありますからね、ベラトルの。なので UAC 見れたりとか、ね、すごく UNEXT 様々な状況が続いてます、格闘技界。これをブームにせずにみんなで盛り上げていきましょうよっていうところですね。はい、これ何度も言ってます、繰り返し言わせてもらいます。はい、ということで、メインカード、メインイベント、今回42がもうバンタム級ということなので、朝倉海、元谷由紀、井上直樹、アーチュレッタっていう、日本を代表する3選手、そしてベラトルの元チャンピオンアーチュレッタが参戦して、このセミとメインのどういう見方ができるかっていうのがまた楽しみだっていうところですよね。組み合わせ一つで全然違ったゲームメイクというか、今後のライジンのバンタム級の展開が変わってくるマッチメイクだったと思うんですけど、良くも悪くもこのカードに収まったなっていう感じは正直あります。僕としてはね、井上直樹と朝倉海とで元谷とアーチェレッタが、ちょっと見てみたかったなという感じはありますが、それも楽しみの一つになってくるんじゃないでしょうかね、今後の組み合わせとしてはね。そんな感じです。で、朝倉海と元谷、これ朝倉海くんが海外久しぶりの試合なんですよね。復帰戦というか、怪我して、拳怪我してっていうところで、そのブランクに関しては全く問題ないと思います。1ミリも問題ないと思うし、逆に拳を怪我することによって、打撃の練習ができない分、フィジカルとか寝技とかそういうものに重きを向いて練習逆にできたんじゃないかなっていうのは勝手に思ってます。この間っていうか、いつぐらい前かな、ライジンのお酒飲むやつの企画で久しぶりにカイと会ってちょっと話したんですけども、その時はそういうまだ全然その話はしてなくて、内容のどういう練習の内容とかどういうのを話はしてないんですけども、本人が話聞いた感じだと、拳怪我してでもずっと練習はしてたって言ってたんで、そういうところの、できる練習って言ったらそういう練習しかないと思うんで、そういう感じの練習をしてたんじゃないかなっていうのを勝手に思っておりますので、そこの組み合わせへの対応力はもう全然できるんで、あとは寝技での制圧力がどこまでできてるのかっていうのも楽しみですよね。でそれを簡単にできない元谷選手のトータルスキルバランス、この MMA 金原 MMA 五角形のグラフでやっぱ一番バランスがいいのが元谷選手なんですよ。打撃もできて、寝技もできて、でレスリングもできて、スタミナもあって、でメンタルも強くてっていうグラフと取った時に一番形が綺麗な元谷選手、しかも結構その中の高いレベルでね、一つ一つが高いレベルで五角形を作れる選手なので、海が、打撃が今まで強い選手だったりとかで、打ち勝ったり打ち負けたりとかねすることもあったし、寝技の強い選手だとカットして上からパウンドで仕留めたっていうこともあったりするけども、トータルで勝負できる試合を見てみたい。タックルをカットするだけじゃなくて、自分から仕掛けトップを取る、もっとスクランブルというか、強い部分はもう知ってるから、トータルでぐちゃぐちゃな MMA を元谷選手と見てみたいなっていう、彼の新しい一面を見てみたいなっていうのが、僕の中で正直な感想で。やっぱアメリカでどうしても世界で戦うためには、一つのものを抜き出たもので勝負するだけっていうのもやっぱなかなか難しいし、本人もインタビューかなんかで、やってるレベルがその UFC の中でトップ選手だから一概には言えないですけども、テイクダウンされることもあったって言ってたし、でメラブとスパリングしてもやっぱある程度テイクダウンも対応できるようになってきたって言ってたんでね、本人もね。なんでそこだけじゃなくて、やっぱ自分からテイクダウンしてね、バック取ったりとかね、こういろんな意味で一面が見れたらいいなっていう楽しみな一戦にはなってますね。で元谷選手はどこで勝負するのかってところがないところがまた難しいですよね。何でも勝負できるんで、会話逆にどこで勝負するか、まあ、打撃決着になりそうな感じはしますけどもね、判定で回かなって感じはしますね。はい、で次、ノーウェイ直樹アーチルタ、これもね、まあ世界観あふれるカードですよね。正直まだ井上直樹選手の強さって、まあ、いや全然強いの分かるんですけど、どこまで世界で通じるのかっていう中の IT にはふさわしいですよね。今までまあ、日本人相手だと結構圧倒して勝つか、まあ、荻久保選手みたいな感じになってしまうかっていう戦い方があったんですけども、アーチレッタ相手に今まで通りこう全てを制圧できるかが楽しみ。タイプ的には荻久保選手寄りのタイプだから、アーチレッタってキム・スーチョルにしてもそうだし、こうスクランブル型 MMA ファイター、ガッツ系というファイターなんで、どこまで井上選手が対応はできるんですけど、制圧できるかが楽しみです。もう本当にこれセミとメインで見方が全然変わってくるカードだから、なんかこう朝倉海がどこまで化けたのか、世界に行くためのなのか、これ勝った方がタイトルマッチとかそんな感じでしょ、うん、だから見方が全然違うんですよね。なのでまあ面白いですよね面白いです。で次、サトシとスパーク・カーライル、これもスパーク・カーライルと前々回か AJ マッキーが前々回やった時の、 AJ がフェザー級だったのがライト級に階級を上げての一発目がカーライルで、僕の中の AJ の幻想っていうか、そのフェザー級最強説が、まあ、今でもあるんですけど、ライト級に上げた時でもやっぱ全然問題ない、もともと結構骨格が大きいから問題ないなと思ってはいたんですけど、この試合を見る限りめちゃめちゃ苦戦して、最後なんならカーライルがちょっと若干押してたんじゃねえかぐらいな感じのゲームだったんですよね。って見るとやっぱディフェンス力だったり動き回られる能力だったりっていうのをカーライルはすごく欠けてるから、 AJ も決めれなかったこの相手にサトシがどうやって積んでいくのかがすごく楽しみ。積んでいくって言い方悪いな、サトシ積むタイプじゃないから、仕留めていくのかなっていう、一瞬でパッと取ってしまうのかなっていうのが楽しみかなって感じするよね。逆になんかこうサトシの唯一の弱点というか見えてく穴っていうのは、やっぱ攻め疲れしてしまったところの隙が結構できてしまうことが、まあ、オフェンス力が強い分やっぱその反動ももちろんあるし、ギアサードみたいな感じの王でずっとサトシはもう空いたところをバッて決めていくから、そこの反動でスパイラルカーライルにこう寝技でしのがれてしまった時、まあ、想像しにくいけど、まあ、パッと取っちゃいそうな感じ相撲するし。なんか打撃もね、AJ の試合見る限りすごくサトシ良くなってるから、もしくはこう打撃で倒したんじゃないのかっていうところも期待しちゃうよね。伸びしろもう打撃でこのレベルの選手を KO できるのだったらマジで手つけらんすよね。もう手つけられてないけど、それぐらい前回の負けは本当に悔しかったみたいで、打撃はねまだまだ全然伸びると思うからって俺が偉そうに言うのも変だけどバイクカーライルがサトシの寝技をしのいでドロドロの試合に持っていくから、ライジンルールだったらまだありえるんですよね。やっぱ判定がラウンドごとじゃないから、例えば1、2しのいで3ラウンド逆転とかでも全然ありえるから、ライジンルールだとやっぱまた別っすよね。2ファイトだと1、2取ったらまあ3ラウンド取られてもまあ大丈夫だみたいなところはありますけどね、問題ないと思いますけども、ね、まあちょっとそのカーライルの頑張り方、逆転勝ちの頑張り方さ、ね、武田戦とかも見せもそうだったし、まあ、気になるところではありますね。はい、じゃあ上からちょっとずついきましょうか。三浦浩太対ヤマ、これ去年の年末かなんかもともとやる予定だったカードですよね。で流れてここにずれ込んだっていうところのマッチメイクだと思いますけども、噂に聞くとヤマ選手は結構体が強いっていう話を聞くし、多分三浦浩太選手がテイクダウンできないんじゃないのかみたいな展開は結構予想できるですよね。だから引き込んできて下から三角とかなんかギロチンとかそういったサブミッションに頼ざるを得ない展開ができたのならば、ヤマ選手が絶対強いです。だから打撃でプレッシャーかけるのは多分ヤマ選手だと思うんで、で三浦浩太がそこに打撃のプレッシャー引かずにしっかり組みに行けるかで、後ろに下がってしまうとやっぱ距離もできてしまってテイクダウンも入りづらくなるから対応されちゃうし、あともう無理やり組み行って無理やりテイクダウン行って投げたりとかして消費しちゃう可能性もやっぱあるから、まあなかなかこう難しいなっていう展開が続くと思うんですよ。でもまあそのまだサブミッションへの対応がそんなにまだできる感じではないからと思うのでね。なので、まあ、下から三角とかそのギロチンとかそういうものに、あとスタンドのバックですね、そこにしっかり対応ができるのであればね、まあ、全然山選手の方が有利だと思うし、それを崩してテイクダウンでも頑張ってできればミロコータ選手の勝機も生まれてくると思うし、まあ、そういう意味でお互いまだ伸びしろだらけの2人だと思うし、ミロコータ君もね去年の夏かなタイ人と試合してあれ以来でしょ。だからあれからどこまで伸びてるのかもわからないし、1回飯食った時に1回練習しようっつってなったんですけどね、その話流れてからまあ組んだことないから彼のポテンシャルというものがわからないですけど、いろいろ話は噂は流れてくるので、どういうふうにお互い立ち向かっていくのか立ち会っていくのか、これはなんかなんだかんだ決着つくんだったらフィニッシュかなって感じしますけどね。ベッドスナヤマの選手かなって感じかな。はい、じゃあ佐々木ウルカとボイド・アレン、これね、ボイド・アレンって前回やちくんが15分間抑え込んだ選手でしたよね。まあ、ボクシングが強いっていうことで、まあ、試合前僕も一緒に対策というか練習させてもらったんですけど、まあ、蓋を開けてみたら意外に組み技も強かったなって。やちくんあそこの展開すごく強い選手で、なんで本当にやちくんがあれ試合をあの試合蓋を開けた時にやちくんが、まあ、決めきれんかったからああいう言われようはあったけども。あれ、やちくんが素晴らしい展開だったな、組み技でねじ伏せたなっていう試合内容だったと思いますけどね、僕はね。で、あれをじゃあウルカができるかっつったらまたちょっとそれは違うと思うし、で意外に1ラウンド目の対応はすごく良かったから、でそこからの失速っぷりはまあ凄まじかったんで、そこさえ、まあ、階級も1個下げてる自分の階級になるので、そこでの対応がうまくできるのであれば打撃で、まあ、ウルカも強いからな、打撃もねわからないです。まあ、ウルカバックチョーク取っちゃいそうかな。まあ、ウルカもフェザーで久しぶりだし、あんまり勝ててないから、あんまりって勝ててないのかな一回も。まあちょっとそのフェザー級にウルカありっていう試合を見せてほしいなところもあります。はい、次は山本アーセン大丈夫ですかね。怪我がなくて欠場なければいいけど、残り2週間ぐらいかな。怪我だけ気をつけてください。で最後いきましょうか。まあ、これをカードを俺が語らず誰が語るんだっていうカードですね。芦田真島追加カードあったカードですね。真島君に関しては3月ぐらいに東京に来て一緒に練習したんですよ。実はってこれ言ってある話かな。練習しましょうよって連絡来て一緒に練習させてもらったんですけど、まあ、前の YouTube の時も言ったかな、びっくりするぐらい強くて、俺よくこの人に試合勝ったなって思ったぐらい強かったです。強いのはしてたし、最初にパッて組まれた時にあ強っと思ったんです。組力というか組のまあ、速攻テイクダウン1ラウンド目を組まれてから速攻テイクダウンされてしまったんですけど、あれって YouTube に上がってるのかな、まじません、ね、あれ面白いから見てみてください。自分で言うのも変ですけど、なんかいい攻防ですよすごく。なもんで、芦田も僕デビュー戦でフェザー級の復帰戦で一発目やらしてもらって、2戦目がまさかの真島で、この試合でお互いが組むっていう、まあ複雑な状況ではありも感じです。芦田に関しては正直ここ数試合のゲームの内容がそんなによろしくない。僕にしてもそうだし、カエル・アゴンにしてもそうだし、やっぱこう組み負けてしまってる展開がすごく多いので、時間も組み負けてしまって時間もね長いし多いし、で組み技の圧倒的な圧力を持つ真島相手に、じゃあ芦田がどうやって勝つかって言った時に、やっぱ得意なボクシングで勝負するしかないのはもちろんなんですけども、簡単にそう当てれるような相手でもないし、まあ、難しいよね本当に。もう組まれてしまったら真島有利なの揺るげないし、でフィニッシュもあるし、でスタミナもみんな言うほど全然あるし、だから減量とかその時のコンディションとかそういうものに関わってくるのかな。やっぱ大舞台に強くないとか、彼が負けるイメージが本当に想像できなくて、真島がね1回練習してから本当に組み技だけで言うんだったら 1,2 を争うぐらい強いと思いますけどね。試合だとまた違うのかな。だから僕はポイントとしては真島でやった時もそうだったんですけども、距離ですよね。距離設定を芦田がちゃんと近い距離で戦えるかどうかが勝負なのかなと思います。遠い距離だと打撃のプレッシャーもないし、真島としてはすごく楽なんですよ。だってババババって打ちながら入って相手が打ち返してきたら組んでやればいいじゃんっていう展開が作るんですけど、距離短いと、組まれてしまうから離れた方がいいっていう、考えの人もいるんですけど、僕逆でストライカーの人は短い距離で短い攻撃をしながらプレッシャーをかけていって相手を下がらす展開を作って組んだらカットするっていう展開を作れた方が絶対ストライカーの人は有利だとは思うんで、離れてしまうと、組まれるリスクも少ないけども、自分も当てることができないんでプレッシャーがかけれないんですよね。そうするとやっぱ削れられないし攻防が生まれない。じゃあよーし行ってこようっつって組んでやっぱ行く人の方が触れちゃうから、やっぱ距離を取るよりも、本当にボクシングの距離感でできるならばやって、あとはもうカットし続けるで消費して、僕みたいな感じで勝つぐらいしか、真面目に勝つんだとそれしかないかなとは思ってますけどね。なのでどうなるか楽しみなフェザー級一戦です。はい。でミュウさんも怪我しちゃったしね、大晦日になっちゃうのか、残念でした。そんなところで RIZIN42 4月の6日ですね、 RIZIN42 大会みんなも楽しみにして見ていただければいいなと思っております。あジョン・ドットソンもいたか、沢本選手ちょっと忘れちゃってるんですね。ドットソンはもう何を隠そう、もうフライ級のトップコンデンターというか、もうライト級 UAC でずっとやってたトップ選手ですね。そういうところ秀夫やっつけたジョンもいい子だからね、人気です出ると思うんですよ、日本で。いい子だしスタイルも面白いし、で、これを、沢本選手が負けなしの沢本選手がどこまで食らいついていくか。ブレイブ勢多いな、ね、ブレイブ勢多いな、名門だなっていう感じの並びですね。ちょっと長くなりましたのでこの辺で、終わりにさせていただきたいと思います。はい、じゃあ、皆さんRIZIN42楽しみにしててください。じゃあそれではご視聴ありがとうございました。